みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。よくわかるコード理論講座イエーイということで、コード理論の話をさせていただいております。1本目の動画では、インターバルについてお話をしまして、2本目の動画では、トライアドとセブンスについて、そして3本目の動画では、転調についてお話をさせていただいて、この4本目の動画では、こんなようなちょっとおまけコードという感じですかね。ちょっとその他のコードというものをお話しさせていただこうかなと思います。では、iPhone の5分タイマーをスタートさせまして、早速参りましょう。アドコード。まあ、これ前回やったんですけれども、ちょっとおさらいで考えてみましょうか。アドコード。まあ、追加するというコードでございます。例えば C アド9だったならば、C のトライアドとナインスの音という構成音ですね。C のトライアドにナインスの音を付け足してみるというような構成音になります。もちろん、このアドの後ろがサーティンスになれば、135とサーティンスという感じです。これはまあかなり極めてシンプルですよね。で、書き方によってこうカッコで書いたりするときもあれば、こう複数指定されるときもあります。この場合だったらまあこういう構成音になるわけですね。さらにセブンスとかも入っちゃったりすると、これプラスマイナーセブンスもつけなければいけない。わあ、忙しいぜというコードになったりとかするんですが、まあ、こんな感じのコードでございます。アドコード。アドコードは単純に追加すればいいので、すごいわかりやすいですね。シンプルです。その次、サスペンド系。これちょっと特殊です。C サス4とか。なんか見たことありますよね、そんなコードネーム。C サス4。このサスペンド系のコードの特徴として、3度の音を吊り下げる、ぶら下げるという、引っ張るかな、まあ、そんな感じの意味合いがあります。まあ、構成も書いてみると、1、4、5です。3どこ行ったって話ですけれども、3が4に変化してしまいます。サスペンドがなんかこう吊り下げるとかぶら下げるとか、なんかそんな感じの意味だった気がするんですけども、どうでしたっけね。このサスペンダーとかあるじゃないですか、このズボンをこの止めるやつ、サスペンダー。最近なかなか見ないですけども。あのサスペンダーはまあそのサスペンドの名詞形ということで、何かしらそこにヒントがありそうな感じがするんですけども、まあ、3度の音をなんかこうほにゃららしちゃうという感じのコードです。あんまり見かけないんですけれども、サス2なんていうのもあります。サス2の場合は、3度の音が2に引っ張られてしまって、構成音としてはこうなります。厳密に言うとメジャーセカンドですね。C サス2。あんまり見かけないです。サス4はよく使われますけれども、サス2はあまり見かけない。で、実際によくある使い方としては、C セブンスサス4とか、ちょっとややこしいですけれども、冷静に考えてみましょうか。まず、C セブンスということなので、1、3、5のトライアドがあって、で、プラスマイナーセブンスですよね。で、後ろのこのサス4交換により、この3度の音がギャーと、おぎゃーと4度に変化させられてしまいます。こんな感じの考え方です。サスペンド。サスペンドの意味をご存知の方がいらっしゃいましたら、ちょっとコメントで書いておいてくださいませ。サスペンド何でしたっけ？忘れてしまいました。で、その次は6のコードです。これ、まあ、テンションコードになるのかな。ちょっとその辺の判断が曖昧なんですけれども、これすごくシンプルで、C6 だったら、1、3、5、6。という感じで、6度の音を付け足すコードになります。なんか、そのほか、なんかこう混じり系は特にないです。なんかこう、6とかやったら6度の音を足せばいいんです。シャッつって、シャッと。そんな感じ。で、その次のこのフィフスに関しては、あんまり見かけないんですけど、たまに見かけます。なんかこう、C5 とかっていう言い方。これ、5度って別に指定されなくても、もともと入っとるやんねって話になるんですけれども、この場合は、構成音がこうなります。つまり、3度を弾かないということですね。5度コード、パワーコードになってしまうわけです。C5 とあったならば、1と5度しか弾かないようにしてねと。なんかそんな感じの意味合いになります。たまに見かける。たまに見かける。けど、あんまり見ない。という感じです。ちょっと特殊なコードという感じですね。で、最後、オンコードです。これはまあよく見かけますよね、オンコード。もうなんじゃこりゃって感じですけれども、コメントにもよくあります。オンコードって何すかみたいな。これすごい簡単です。例えば C4G だったら、C のコードを鳴らしつつ、ベース音、一番低い音は G を弾いてねという意味になります。普通、通常であったならば、通常の範囲ならば、
なんつうかね、こうギターでこう C とか G とか、なんか Am とかバーンって弾くじゃないですか。そうすると、一番弾く用途は必ず C になってますし、G の場合はソになってますし、Am の場合はラになってるはずなんです。ちょっとやってみましょうか。C コードの場合は、6弦は弾いちゃいけない音なので、弾いちゃいけないコードなので、一番弾く用途はこの5弦の3フレットになるわけですよね。これ。この音こそが C、つまりド。5分経ちました。C、つまりドなわけです。で、G コードだったらこんな感じ。6弦の3フレットが一番弾く音なんですけれども、これが G の音です。Am だったら、6弦を弾いちゃいけないコードなので、5弦の開放がラの音、つまり A の音に揃っているわけです。でも、こうじゃなくて、一番低い音、そのベース音を違う音にしてくださいねというのがこのオンコードでございます。C を弾きつつ、もうコードは普通に C を弾けばいいんです。で、一番低い音を G にしてねと。もうちょっと具体例でいきましょうか。トイトイ。トイ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 。C on G というコードがあったとします。C on G。コードとしては普通に C を押さえればいいんです。C、ここと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 、ここ。で、これで C は完成なんですけれども、一番低い音を G にしているという指定があるので、G の音を追加しなければいけません。その G はどこにあるのかというと、ここにあります。なので、出来上がりの完成図としては、こういうフォームか、もしくは5弦をミュートしちゃって、こうするか、どっちかなわけです。他のコードも言ってみましょうか。例えば、E on B とか、E on B。普通にまずこの E コードを押さえます。E コード。で、この中から、なんかほにゃほにゃして、一番低い音を B の音に設定しなければいけないんですけれども、B の音がまずどこにあるねんって話になるじゃないですか。で、そのときに考えてみると、この5弦の2フレット、ここの音、これが B なわけです。もうすでに押さえてるんですよ。すでにもう B の音を押さえてるんです。では、どうしたらいいのかっていう話になると、消去法でこの音を弾かなければ、一番低い音は B になりますよね。こんな感じの考え方です。もう1個ぐらい聞きましょうか。D on A とか。D on A。通常の D コードは、おいえ。通常の D コードはこんな感じです。で、5弦と6弦は弾いてはいけないコードとなっております。これが通常の D。で、一番低い音は A の音にしてねという指定がありますので、D on A、弾くときにはどうしたらいいかと言いますと、A の音がどこにあるねんって話なんですけれども、5弦の開放が A の音じゃないですか。なので、5弦の開放もまとめてベンって弾いてしまえば、このコードが完成という感じになるわけです。こんな感じで、このコードを弾きつつ、一番低い音をこの音に設定しねというようなコードです。楽譜によっては、こう書いてありますし、楽譜によってはこう書いてあるときもあります。同じ意味です。ほかにもこういう書き方もあります。でも、これ全部一緒。同じ意味です。こんなのが、オンコードってやつですね。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。押す。それでは、今回はちょっといろいろやりましたね。アドコード、サスペンデッドコード、シックスコード、フィフス、オンコード。こんな感じになります。割とそんな難しくなかったかと思うんですけれども、どうでしょうか。これからね、いろんな曲を練習する上で、こういったコードデモに出くわすときがあると思います。フォームを丸覚えするだけでも別に OK っちゃ OK なんですけれども、このコードデモを見て、なんでこのフォームになるのかなとかって、なんでこの指使いをするんだろう、なんでここでこの音使いになるんだろう、そんなことを考えながら弾いていくと、もっと理解が深まるかと思いますので、ぜひ覚えておいてくださいませ。常にこう、なんでだろうとか、どうしてだろう、なんかそんな感じのマインドを持って取り組むことが重要でございます。で、それでね、謎が解けたりとかすると、こういった知識がなんかこうもっと立体的なものになって、すごいこうね、理解が深まっていくので、ぜひ、ここまで聞いていただいたからには覚えておいてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。